メカイはシノの皮で編む目が六角形のザルやカゴです。メカイは江戸時代末期に宇都抜村で始まったとされ、その後由岐地区に伝えられ、メカイ補強の改良を行いました。明治に入って近隣に伝わっていったと言われています。由岐地区で広く使われるようになって、昭和30年頃まで重要な地場産業でした。材料は山野の至る所に生えているアズマネザサで、シノやシノダケと呼ばれている竹、笹の仲間です。で、この中は全体がもうシノヤブですから。ああ、ここ全部シノ、ここ全体シノヤブ。ああ、そうですね。で、これはね、元畑ですね。ああ、元畑。元畑です。ああ、畑だったけど、みんな、ええ、もう全然使わないとシノで覆われてる。もう全体がシノになっちゃうんですね。ああ、もう全体がシノです、これは。はい、そうですね。木はないでしょ。木が生えてれば、こんなふうにシノは大きくならないんです。ああ、だから、あの雑木林の中もね、シノがたくさん生えてるんですけども、これほど大きくならないです。これは日陰だからですね。はい、これはメカイ材料のシノで、今年生えたシノです。あ、今年の今年生えたシノであるのは、ここがね、はい、こう白い、あ、白くこうなってます。あと全体がね、青いです。まだ、あの今年生えたシノですのでね、はい、これで今年生えたシノなんで柔らかいんですね。はい、柔らかい材料を使って釜を作ると。あの古いシノは硬いもんですから、あのこの皮を剥ぐのが大変なんですね。そのために柔らかいのを使ってます。もう人が入れないですよ。はい、入れないですね。それぐらいね、ここでね、これは古い木の、これは新しい。ああ、それは新しい。それはどこで見られてるかというと、これがほら白いでしょ。ああ、白い、はい、白いし全体が青いよね。はい、で実際にこれを切ってみるね。で、これも今年入ってるからね。ああ、これ切る場合はね、できるだけ下から切る。何かというと、切った後をね、はい、切った後、足で踏んだりすると、イライカが来るんだよね。ああ、怪我しちゃう。ほら、今年のシノだって。ああ、で、シノを切るのは、だいたい10月ぐらいからなんですね。ですけど、早い人はね、もう今頃から切って、カゴを作ります。材料作りは、シノを十文字に割り、皮を剥ぎます。その作業を見せていただきました。もっともっと、ああいうふうに大きなカゴでもいいんだけども、これは大変だから、まあ、一番まあ大体ちっちゃなカゴで、まあ、できるだけ簡単なものです。ですけど大体ね、1日かかっちゃう。1、3、4、5、6、7、10。10本、10本、10本。だから全部で30本必要なんですよ。30本必要なんです。今度さらに今度、1本、2本、3本、4本、5本、ぐるっと回るやつ。だから最低35本は必要ですね。これが30本、これが5本、そういうような。で、まあ、最後にこれは仕上げですね。材料はこれだけですね。材料はそうですね。材料はこれがあのヘネですね。このヘネをみんなには35本ぐらい渡してます。はい、で、まあ、
最後にこれはね、これはあの裏側ですね。でここはね、まあ、ここにあるのはまた別です。別の日に使います。これは、ね、ちょっと長めのやつ使います。これはまた違うんですね。ええ、これ長いやつです。長くと幅もあるでしょ、はいはい、これやっぱりある程度強くないといけないから、はい、こんなあの細くないんですよ、はい、太くて幅があるでしょ。これはね細いですけどね、うん、ここのところだけやっぱりね手で持ったりこうするんで、やっぱりしっかりしないとですね。これ最初の参加に六角形がもうできました。ここもこれもこれはいいでしょ。ここの下になって上でこれを押さえてますから、これでこの全六角形にちょっとギューッと詰めてもらって、時計にこうやってましたよね。緩まない、ピタッと横っちに行けば重ならないんだけど、上げ方が弱いと、そうなんです、上げ方なの。だからギュッて緩まってやるんですね。まずは、出さない。人気配分の方に変な引っかかるのがあったら困るから、その前段階で綺麗にできましたね。大先生のおかげが。これでこれは講習会では、教える人も教わる人も、メカイ作りに真剣で楽しく、そして出来上がった喜びの一日となりました。